ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日は前回の、本能のサブタイプの動画、ブラインドスポット、盲点、前回は自己保存が盲点の話をさせていただいたんですけども、今回は、セクシャル、ソーシャルが盲点の場合こんなことが起こるからこうするといいよみたいな話をさせていただきたいと思います。前回に引き続き本当の私が分かる心理テストをもとにお話をさせていただこうと思うんですけども、私の会社に、同僚に、なかなかそのセクシャルが低めなのかなっていう、要はなんかある女性と話をしているのを聞いていたんですけども、なんか彼女を作らないんですかって言われた時に、めんどくさいっていう発言をしていて、その発言をね、そのアドラー的に、その自分が自信がないのを隠すためにそうやって言ってるのかって僕は疑っちゃうんでね、台風く疑っちゃうんで、僕はちょっと置いといて、どっちかですよね、でその可能性をちょっとこっちに置いといて、本当にめんどくさい、本当にめんどくさい、セクシャルが低い、って考えると、セクシャルがブラインドスポットになっていると、盲点になっていると、好奇心が湧かない、物事に意欲的に取り組めない、情熱的な恋愛ができない、一つのことに深く関われない、やりたいことがない、集中力が保てない、充実感が得られない、覇気に欠ける、っていう点にが指摘されていますと。確かに分かりませんかと、そういう、なんて言うんでしょう、セクシャルが盲点だっていうことではないんですけども、その覇気がない人とか、覇気がないなら、それはなんか彼女できないよねとか、だって多分女性もなんか本能的にその覇気がないやつよりもある人を選ぶでしょうし、なんか自分のことをまず好きなのかっていうのが分からないと、そうですよね、はい、で、そういう人は、自分からその、セクシャルが盲点の人は、なんで自分から指摘の強い体験や興奮するようなことはせずに、そんなに一生懸命頑張らない、リスクを犯さないといったスタンスで、向上心を持たず、変化の少ない淡々とした暮らしを続ける傾向がありますと。で、人と深く関わることができにくくて、親密な付き合いをすることに居心地の悪さを感じますと。で、恋愛に関しても、情熱的になれず、相手が情熱的になると引いてしまうと。で、特に相手がセクシャルがな方に対しては避ける傾向がある。で、活動的な人を見ると、お前よくやるわって、で否定的な感じになる。なんでそういう性的本能、セクシャルが盲点の人に対してはこんなことをしましょうっていうのがここで挙げられているのは、身体感覚を取り戻しましょうと。これはピンとくるかはあれなんですけども、よく瞑想とか座禅とかをして、なんか丹田に意識をとか、注意したり、深呼吸して腹式呼吸をしましょうとか、とにかく体を動かしましょうと。自分のこう感覚ですよね、きっと。はいはい、腕がここまで上がっているとか、自分の状態がどうなってる、竹磯みたいですね、竹磯みたいな、はい、で、あとは例えばそのワクワクドキドキ感を感じるために、例えば好きな人のことを考えてみるとか、将来の夢のことを想像してみるとか、とにかくその体の感覚と頭の感覚、要はドキドキして想像してとかっていう感覚を取り戻しましょうと。あとは目力ですと。目力、いや、目を大きく見開く、で、目を大きく見開いて周りを見渡してみましょうと。それだけで色鮮やかに見えませんかと。これなんとなく分かります、で、人と喋るときは目を見て喋る、目を大きく見開いて喋ると、穴が今日はいつもよりも生き生きしてるね、
なんて、まあ、それはありますよね、はい、うん、どんよりした目で、はい、おめでとうございますって言われても、ああそうなんですよでもちろんこの見るっていうのは、うんうん、あの相手のことに関心があるっていうサインですと、うん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 、もちろんその見ないと、あ、分かりますね、見ないとこっちの人も見てくれないよと、うんうんうん、あの子と目があった、あの子もしかして俺のこと好きかも、あ、よく思うこんな僕でもよく思うって思いますもんね、はい、なんで下を向いていては誰とも親しくなれませんなんて書いてあります、うんうんうん、あとは、まあ、ワクワクドキドキの映画や小説の世界にのめり込む、うん、要はもう気持ちを思い出そうということですね、うんうん、あとは祭りやイベントに出かけよう、うん、であとここに書いてあるのは、うん、セクシーな下着を身につけて普段よりちょっと派手な服を着てみると書いてあります、うんうん、ティーバッグですね、もう男性も女性もティーバッグですよ、このと、よく木村拓哉さんが言ったのは、うんうん、女性はここに留めるやつ、あーガーターベルト、ガーターベルト、よく木村拓哉さんが言ったのは、うん、女性はガーターベルトだって言ってたのも、うん、まあこういうことなのかなと要は木村拓哉さんの趣味じゃないですかいやでも要はその、うん、なんて言うんでしょう、セクシー、自分がこんな下着を履いてるって思うだけでちょっとそのドキドキしませんかと、うんうんうん、っていうのを言ってるのはちょっと分かるんですよまあそれは分かりますよ、はい、なんで僕はいつも赤いパンツを履いています、うんうん、セクシーかどうかは別ですけども僕もまあいろいろ黄色のパンツとか赤いパンツとか、あ、そう、やっぱりこのセクシャル強めはそんなことを多分やってるんですよね、別にその意識はしないですけどね、あ、赤いパンツ履こうとか、そうで、うん、隊長に言われてはっと思ったのは、うん、あ、前の動画でも隊長がおっしゃってたんですけども、うんうん、そういうのが強い人は考えなくてもやってる、うん、そう、まあ、はい、やってるのが強いって話ですもんね、はい、きっと普段からやってるのは、うんうん、あなたがそのタイプだからと、うん、じゃあ僕もセクシャルかなんてことかもしれません、はいはい、で次、うん、ソーシャルが盲点、ブラインドスポットの場合、うんうんうん、社会的本能、ソーシャルがブラインドスポット、うん、盲点の場合、うん、デブ症で引きこもりがちになる、うんうんうん、気が利かない、うん、常識や良識に欠ける、うん、他人のために何もしない、うん、思いやりに欠ける、今一つ自分に自信が持てない、うん、これ僕、あ、じゃあ違うのかな、利己的になりやすい、うん、なんとなく劣等感を抱いている、うん、あ、僕やっぱりソーシャル、あ、セクシャルだとすると、あ、これでも6の特徴ぽい、まあ、ぽいはぽいですよね、ぽいところなんで引っかかるだけで、あ、なるほど、うん、あ、なるほど申し訳ございません、ちょっと話が逸れてしまいました、うん、申し訳ございません。この方々は社会的本能、うんうん、ソーシャルが盲点の場合は、まあ、うん、人前での振る舞いが非常識になったり、うん、そのミスを犯すのではないかっていうことで逆の中何もしなくなったり、うんうん、っていうこととか、人と一緒にいることで自分の資源や時間が無駄になってるのではないかって感じてしまうと、うんうん、でもその人とつながること、人に与えることで得られることってめちゃめちゃ多くないですかと、うんうんうん、むしろその人とつながることでどれだけ豊かになりますかっていうのが挙げられてます。で、あとはそのここで言われているのは、社交的な人になれって言ってるのではないよと、社会への適応力を高めましょうというところで、社会的本能、ソーシャルを高めましょうと言ってます。社会的本能の活性化の仕方、ソーシャルの活性化の仕方としては、趣味のサークルや勉強会に参加しよう。なんで今何もせずに会社家、会社家とか、デブ症で引きこもってる、あの家に引きこもりがちだなって自分で思ってるんだとしたら、じゃあ自分の好きなことをやってるサークル勉強会に参加する、うんうん、例えばこれご覧になっている方だったら、うんうん、エニアグラムの勉強会に参加する、もしくはやってないんだったら、うん、もう自分で開いたらって思うんですよね、うんうん、あ、これ、あ、まあでもありですよ、の要は偉そうに言ってますけど、これ本読んでるだけですもんね、うん、まあ僕たちもやってますし、ね、そう、あの、そう、やる場所は多分全国ありますよ、こういうコーワーキングスペースみたいな、コーワーキングスペースみたいなところで、うん、あのイベントやりたいって言えば全然やれるんで、そうですよね、うん、
なんでこれをご覧になっている方で、うん、ソーシャルが低いなと思ったら、うんうん、近くのコーワーキングスペースを探す、もしくはイベントスペースを探して、うん、やるって、うん、やってみるって話ですね、うんうんうん、好きなこと好きなことで、うんうん、そういうグループに参加する、うんうん、あとは近所の人に自分からこんにちはって挨拶する、うんうん、僕これやってますけども、うんうんうん、あの無視する人は誰もいません、知らない顔でも、うんうんうん、あのただその日家の前を通ったっていう人でも、うん、こんにちはって言うと、あ、まあそれはこんにちはって言ってきます。無視する人はなかなかいない、うんうん、耳の聞こえないおじいさんとかぐらいですね、はい、であとは自分から友達をお茶に誘ってみよう、うん、これちょっと僕難しいですね。難しいんですか？ちょっと自信がないです。どういうことですか？嫌われてるかもとか迷惑かなとかでちょっと考えちゃうんですよね。僕は、まあ、僕もこう盲点ではないけど、はい、やっぱりセクシャルだなと思います。あ、なるほど。あんまりこういうとかなる欠けてる。あ、まあ、どっちかっていうとそうです、うん、このお茶を誘うとか、はい、別に友達をお茶に誘ったりしないですもんね。これでもまあタイプのタイプもあるかもしれないですね。あとはご機嫌伺いのメールを送ろう、お元気ですかとか、ただそれだけの、うんうん、あとは身近な社会貢献をしよう、うん、まあボランティア活動、まあ掃除とかはやってるのかなと。 あとはペットを散歩に連れて行こう、うん、まあペットで始まる犬好き同士の会話はあるんだろうなっていうのは推察、ね、推察されます、うん、あとは笑顔を作る練習をしよう、うんうん、私たちの脳にはミラーニューロンと呼ばれて相手の行動を観察してそれと同じ活動をする、うん、要は人が笑うと、うん、まあ、こっちも笑ってしまうっていうことが書かれています、うん、なので鏡の前で笑顔になる、うんうん、とおはようございますって笑顔で言えば相手もおはようございますって笑顔で返してくれるっていう日がいつか来るってことですかね。あの人でまたはここのアランの幸福論、うん、最近私よく出すんですけど、うん、ここにも要はあの落ち込んでる時もそういう顔をするなと、うん、あ、まあよくありますよね。これ1902年とかに書かれた本なんですけども、うんうん、そこの中ですらその要は表情とか姿勢とかが感情を作るよって書いてるんですね、うんうん、よく言いますよね、心理学的にも。あ、そうなんですね、うんうんうん、なんでそのいいって笑うだけで多分考え方も変わるよっていうのがこの中1900年にももう書かれているみたい、うんうん、だからアファーメーションみたいな、私はできるみたいなのも多分それの一種ですよ。ああ、なるほど。言ってればできる気になってくるみたいな、まあ気分が高揚するのはすごいわかります。はい、うんうん、というところで、はい、このソーシャル、セクシャル、セクシャル、セクシャル、ソーシャル、セクシャルが盲点、盲点、ソーシャルが盲点の場合に、うん、こんなことをすればいいんじゃないっていう動画でした、うん、はい、セクシャルが盲点の人は派手なパンツ、派手なパンツ、ティーバッグを男性も女性もティーバッグを履きましょう。セクシーな下着、セクシーな下着、うん、木村拓哉さんはガーターベルトをおすすめしてます。そうそうそう。でソーシャルが盲点の人は、うん、自分が好きなことの勉強会に参加する、うん、もしくはもう開いちゃう、やってなかったら開いちゃう、開いちゃう、うん、そこであなたは影響力を持つことができる。やっちゃえばね、やっちゃえば、うん、木村拓哉さんは言ってます。やっちゃえ日産と、やっちゃえ日産と、うん、というところですかね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。